ラブー旅館ラブー旅館はフランスパリ郊外のオーシュロワーズにある歴史的建造物である。画家フィンセント・ファン・ゴッホが人生最後の約2ヶ月間をここで過ごし、また没したことで知られる。現在、博物館として観光名所となっている。1890年頃のラブー旅館ラブー旅館のゴッホの部屋この建物は19世紀半ばに家族居住用として、 大通りに面したところに建てられた。当初の所有者の娘がここでワイン小売業を始めた。1889年、アルチュール・ギュスターブ・ラブーがこの建物を賃借し、旅館とした。ファンゴッホは、カミリ・ユピサロに紹介された精神科医、ポールがシェを頼って、1890年5月20日に、オーシュル・オワーズに到着した。ファンゴッホは、 宿賃がサンフラン53チームと安かったことから、ラブー旅館の小さな屋根裏部屋に泊まることにした。滞在中に80枚以上の油絵と64枚のスケッチを制作しており、アルチュールの長女アデリーヌの肖像なども描いている。しかし、7月27日、ファンゴアッホは屋外で自らを銃で撃ち、負傷したまま歩いて旅館まで帰ってきた。 そして2日後の29日に死亡した。ラブイエは1892年にオーベルを去った。その後、ファンゴッホの名前は世界的に知られるようになり、20世紀初頭、当時の沈借人だったブロッド家がファンゴッホの過ごした部屋に人を呼び集めるようになった。1926年、この建物はファンゴッホの家と命名された。1952年、 ロジェールとミシェリーヌ・タグリアナ夫妻がこの家を購入し、アデリーヌ・ラブーの協力のもと、ファン・ゴッホの滞在していた部屋の再現を行った。オーベルで撮影された映画、炎の人、ゴッホの中でこのファン・ゴッホの家が取り上げられると、ますます注目を浴びるようになった。1986年以降、この建物はドミニク・シャルル・ヤンセンが管理している。ファン・ゴッホの部屋も、 建築家の手によって王子の姿に復元された。ファンゴッホが食事をとったダイニングルームも復元され、現在レストランとなっている。ファンゴッホが滞在していた5号室は一般に公開されており、1993年以降、100万人以上の人々が部屋を訪れている。ありがとうございます。